航空写真に見る、千属池付近。1984年度の撮影。池の周りは、完静な住宅地である。国土交通省国土画像情報をもとに作成。広重、名所江戸百景に描かれた、千属池。かつ海舟夫妻の墓。千属池は、東京都大田区南千属に存在する池である。園内には、ホタルの自生化に取り組む。 水生植物園、五福島神社が鎮座する弁天島、池月橋など見どころも多い。桜が群生する桜広場、桜川も人気が高い。湧水池であり、流れ込む川はないが、付近一帯には農家が作物の洗い場として利用していた大小の湧水が多くあり、用水路を通して池に流れ込んでいた。先属池の主要水源となる湧水は4カ所あったと、され、 現在は清水久保部材店の湧水が残っている。今も水量が豊富で浸透管を用いて専属池に流れている。詳細は専属流れを参照先属池を出た水は専属流れとなり、最後には飲み川へと合流する。かつては農業用水として利用されたが、現在は住民の憩いの場となっている。この地域の古い地名は専属であって、 その名は、平安時代末期の文献にも見られる。由来としては、仏教用語の先族料の治療の面画であって、先族の稲が皇祖から免除されていたとする説や、大池を水源として、灌溉に利用されたので、稲先族分の税が免税られていたとする説などがある。後に、身延山駆動寺から日立へ当氏に向かう、途中の日蓮が、 池のほとりで休息し足を洗ったという言い伝えが生まれ、先族の一部が、先族となった。日蓮が今さをかけたと言われる、今さかけの松も残っている。妙福寺も参照。池の北側の中島には、弁災天が祀られている。先族八幡神社先族八幡神社は、先族池の西のほとりに鎮座する神社である。本田和家の使命を祭人とする。 旗揚げ八万とも呼ばれる。860年に先祖座との総鎮守として、宇佐八万から誕生された。10世紀前半の平野正門の乱の際に、鎮守副将軍として関東へ派遣された藤原正方は、その後に、先祖八万を氏神としてこの地に残り、池上姓を名乗ったという。また、11世紀前半の後三3年の役では、 欧州討伐へ向かう源義家が戦勝を祈願したとここにも伝えられている。1180年、安保国から鎌倉へ向かう、途中の源の頼朝がこの地に宿営したところ、池に映る月のような姿のたくましい野生馬が、現れこれを捉えたとの伝承が残る。後に宇治川の先人争いで、佐々木高砂を乗せ、梶原影星のするすみと競うことになる、名馬、4月である。 より軍はこれを吉祥とし、旗を差し上げ大いに喜んだという。本殿の横に赤目で歯を向く池月を描いた大きな絵馬が奉納されており、さらに境内には池月の像が置かれている。霊体祭は9月に行われており、重要無形民族文化財に指定されている神楽が奉納され、専属池の秋祭りとして親しまれている。かつては池のほとりに、 かつ改修晩年の邸宅、専属権があったが繊細で消失。現在は、勝夫妻の墓が残り、大田区の文化財に指定されている。幕末、勝は、江戸総攻撃中止と江戸城無血会場を、西郷隆盛に、自家断するため、官軍の薩摩勢が本人を置いた池上本門寺へ、向かう途中、専属池のほとりで休息した。明治維新後、 池の風光明媚を愛した勝が移住し、西郷もここを訪ねて、勝と観覧したという。勝夫妻の墓の隣に、西郷隆盛る婚比が立つ。これは、西郷が西南役に倒れた後、当時の東京府南葛飾郡の上皇院境内に、勝が慈悲で建てたもの。1913年に荒川放水路改作に伴い、当地に移転された。二千十九年九月七日。 先属県隣接地に、勝海州記念館が開館した。1937年に、勝海州と、西郷隆盛の江戸城無欠海城の偉業を称えた、徳富祖宝の死費が、青木東作ら人の人々によって混流された。先属池を含む一帯は、大田区立先属池公園となっている。池月橋、水生植物園や、ボート乗り場がある。 都内有数の桜の名所としても知られ、春には賑わいを見せる。また、池の東南のほとりに、大田区立専属池図書館がある。公園内は、バリアフリー化が計画され、継続した取り組みが進められている。詳細は、専属小池を、参照。専属池の南東、池上線の南側には、小池と呼ばれるもう一つの池があり、公園として利用されている。 これに対して、先族池を大池とも呼ぶ。ありがとうございます。